は、一心工房の加藤洋平先生を訪ねて京都までやってまいりました。皆さんこんにちは。こんにちは。洋平先生はですね、もともと漫画家、漫画も描いてましたね。やってらっしゃったってことで、自分もあの小学校の時よく読んでました、ジャンプ。ジャンプですね、ジャンプがやっぱ大好きで、そうですね、担当がついてくれたっていう時ありましたね。すごい、風彩染めということで、こういったあのぼかし、そして風のようなですね、この空気感のある、染めが特徴的な先生ですが、今日ねマリアさんがニューヨークから来てくれましたのですごい、いろいろ聞きたいことあるんだよね。あ、そうですね、私あの インスタグラムだったり、あとあのウェブサイトで拝見したんですけれど、私が一番印象的に残ったのは、あの未来のお嫁さんに向けて書かれた、あの傘を反対側に向けた女性のすごいロマンチックだなって思って僕もロマンチックだと思いますなんかそういうストーリー性があるものってすごく今後も大切にされていくと思いますし、なんか奥様もそれで、あの今着ていらっしゃるんですかね。今着てるんですよ。たまたまにやってよかったなと。そんなそんないやいや、もうほんまにいや、なんか素晴らしいなって思って、なんかそれも心なのかなって思って、そういう気持ちがないとやっぱりそういう作品ってできないと思いますし、そういう方もあのご一緒されない、される未来っていうのもなかったかもしれないじゃないですか。そういうのをつなぐ作品を作られてるのがまずすごいなって思ったのが思いました。あと、あの風彩染めは日本の国風文化の中でできたっていう感じでウェブサイトに書いたあったんですけれども、まあ、日本特有のなんか考え方とかっていうのは取り入れていらっしゃるんでしょうか。あの自然とそうなってたんですけど、ぼかし染めっていうのがやっぱりあの時代にできたんですけど、中国の影響がない時代なんですよね。そうですよね。で、この朝ぼらけとか源氏物語みたいなのを表現するために生まれたっていうのは、あのすごく日本人の心の根幹なんじゃないかなっていう部分を思ってやってます。それと風っていうのがやっぱりいい風が吹きますようにとか、今のも普通になんとなく僕らは共通の理解で分かる言葉がありますけど、あれも日本の文化の言葉なので、ちょうど風というものとぼかしというものが合体しているのが風彩染めなのかなと。じゃあそれを今後、あの海外の人に知ってもらいたいなっていう気持ちで、っていう感じですね。そうですね、日本人がとても大事な、まあはっきりノーと言えないとか、あれもぼかしですしそうですよね、そういい意味も悪い意味もありますけど、いろんな意味でぼかしの柔らかさって日本人らしさなので、そういう意味では知っていただけたら嬉しいなと思います。こう日本人のスピリチュアリティというか精神性がこうデザイン化されて、この風彩、あの風彩染めになってるっていうのは、まあものすごく海外でも重宝されることだと思いますし、さっき見てたけどすごいですよね、下書きなしでシュッて、ね、本当に風っていう言葉にぴったりで、なんかいろんな感情とか、そうですね、そういうところもね、なんかあの本当に先生は込めて書かれてるってことだと思うんですけど、そうですね、やっぱり色には感情があると思ってやってますし、その着物着物の感情というのは整えながらやっていってますね。すごい。そういうのもでも、もしかしたらその漫画の経験っていうのも生きてらっしゃるかもしれないですね。あると思います。やっぱりそのお客様もやっぱりもちろんその方の心があるので、その心に合致するものを染めてたいっていうのもありますし、オーダーの時にその人の取材をしながら、その人が一番喜ぶものを形にするっていうのもたくさんしているので、それは漫画がやっぱりあったから自分ができやすくなってることなのかなと思ってやってますね。先生すごいですね、こちらも全部そうですね、エヴァでね、この風の感覚、このぼかしを合わせるってすごいことだと思うんですが、ここが本当に大体3段あったら1人前ぐらいなので、うち一番多いので100段合わせたものもありますし、100段、あの色数も20色30色使ったら着物は多いと言われる業界なんですけど、これで120色ですし、一番多いので180色使うので、それで縫い口合わすっていうのはやっぱりものすごい難しいですけど、出来上がった時のやっぱ重みっていうのはやっぱりつきますね。その作品はちなみにどのぐらいお時間かかったんでしょうか。これは図案から言うと1年かかってます1年あのこれ図案もすごい考えてあって、よくなんかこれ見ると ローマ数と米倉涼子さんが切られたんですけど、昔黒川手帳で、あの高さなんかもね、背が低くても似合うようにとか、いろんな計算があるんですよ。やっぱりその微調整っていうのがかかりますね、柄が多いだけに、図案もすごいかかるんです、
それも一気に染めてっていう、うん、ぼかしのとこはそうですね。ぼかしはまあ訪問着なんで途中でこう途切れるところはあるんですけど、うん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 、そこは一気にやらなきゃいけないですし、ぼかしがすごい細かいのでめちゃくちゃ時間やっぱりかかりますね。うん、細かいですね、はい、でそこの白い部分が貝の、うんうん、そうですね、貝のロールになりますね。で、お母様が言われてたように、うん、こう動くとこうきらびやかになるというか、うん、そうですね、一心工房のお着物は基本的に動き姿が綺麗って大事にしてます。あ、動き姿が綺麗、はい、立ち姿座り姿も当然として動いた時に綺麗っていうのがやっぱり着物のさらなる魅力かなと思ってるので、なんか生きてる感じがしますよね。すごい、それを大事に思って染めてますね。感動です。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。さっき作ってるとこ見たからなおさら、ね、ありがとうございます。感動しますよね。先生、今後はまた業界にどんな風を吹かしていきたいなって今、うん、はいはい、今思うのは原点なんですけど、目の前のお客様が本当にいいなって言って、うん、いっぱい来てくださるっていう、うん、今日の朝もちょうどお店の和田さんからメールいただいたんですけど、うん、お客様が陽平先生の着物を最近そればっかり着てるとおっしゃってくださるらしいんですけど、それがやっぱりいい着物かなと思うので、それを続けていくというのが大事で思ってますね。和田ちゃんまさに出ました、話題に。今度また、ね、はい、なんかお客さんを、ね、はい、ね、ま、あ、そうですね、今月、はい、よろしくお願いします。ありがとうございま す。今日はですね、加藤先生の工房にお邪魔しました。この後またちょっと先生一緒にお出かけさせていただきます。はい、はい。